いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は、恐怖は最大の宝物、チャンスということでお話します。恐怖は最大の宝物、チャンスですね。まあ、最高の感情とも言えるかもしれませんね。まあ、あなたの恐怖を煽ることで大きな利益を得ます。まあ、恐怖が一番ね、なんかこう大きなモチベーションになるんですけど、まあ、人を動かすときには本当恐怖を使えばっていうことが多いですよね。まあ、自己啓発のところではのネガティブなこととか恐怖とかいうのはなんていうか長続きしないよってあるんですけど、まあ、最初のスタートはね、まあ、大きなね、まあ、エネルギーとかがいるので、まず恐怖のというなんかこうものすごいこうアトラクションじゃないですけど、それをねまず最初にきっかけとして持ってきて、その後ねこう、なんていうかな、愛とか温かい感情とか、それをね持ってくるっていう、まあ、順番があると思うんですよね。でなので人を動かすのに一番こうよく うまいのは詐欺師ですよね。まあ、詐欺師はあなたの弱みを見つけて恐怖を植え付ける。それにもうなんていうかな、いろんなあの手この手を使ってるわけですよね。であなたの恐怖から大きな感情エネルギーを放出させるんですよね。でそれからなんていうかこう、いろんな行動を起こさせて、でなんていうか、あなんかこう忘れた、なんていうか、もっと上手い人はその恐怖、その助けてくれてありがとうっていうところまで詐欺師に思わせるところまで、持ってくるという、まあ、そういうやつもいるんですけど、まあ、どっちかというとそういうのはなんかこう宗教家というかそういう人が多いかもしれませんが、まあ、なんていうかこう世に人を動かす人っていうのは、まあ、心理誘導というか、人の、感情エネルギーをうまくね、流すというか、なんていうかな、その感情エネルギー引き出すとかね、そういうことをしてるんですよね。なのでその、他人からね説得される決断を迫られたらね、まあ、まずは先延ばしにすることが重要なんですよね。よく考えますとか、今は決めませんとか、来週決めますとか、まあ、なんかねそういうふうに最初はね、まあなんかいろいろねこういろんな混乱してきたら、なんていうかそういうことをねやることをまずお勧めしますね。でまずね、大体そういったことを言ってくるのは、信頼がないとか明確でなかったりとか混乱するってことがまあ言えるんですよね。この3つをねあれば、なんていうか一回ね自分で調べるということをすることが大事ですね。調べるのが一番大事なんですけど、時間がかかって面倒くさいし、人から聞く方が楽ですよね。なのでいろんななんかこう電話相談とか法律相談とか、まあ、無料のねそういうのあるかもしれませんけども、そういうところにすぐ行くんですけども、まずはね今ネットの社会で、まあパソコン苦手とかスマホ苦手とかいう人もいますけども、自分でねなんとかね調べる努力とかね、まあいろんなとこ行って聞くのもいいけども、その一つじゃなくていくつかのチャンネルでもう聞いてそれを、比べてみるとか、そういうことが大事ですね。まあ、具体的にはその信頼できるかっていうのは、情報を集める、さっき言った根拠とか証拠を見つける、明確にするというのは、提案内容のなんていうかな 5W1H とか行動ステップをこう考えてみる。で混乱するというのは複雑化、選択肢を増やさないということですよね。でポイントを3つに絞る。まあ、なんか話すときもね3つにその1その2その3とか言われると割とこう比較的ね分かりやすくなるというのもありますよね。まあ、そうすることでね恐怖の感情エネルギーをね上手に自分でコントロールすることができるかもしれませんので、ぜひねこういったねその最高、まあ、の感情、まあ、恐怖は最大の宝物としてね、何でもねこううまく捉えて、いいものはそのまま伸ばしていく、反対のものはその、ま、その反作用でねいい方向に持っていく、そういうね心構え、マインドセットが大事だと思います。今回は恐怖は最大の宝物、チャンスということで、お話しました。ありがとうございました。